呼び出しておいて、ご登場が遅かったじゃないか。赤木。ごめん、遊ばせ。お互い多忙な身でしょ？多めに見ていただきたいわ。さあ、果てなき力の交錯すべてささげろ。一か八かどうだ、ぐっと前線花を咲かせよ。進み出す想いと勇気胸に積み込んで、掴め栄光、僕らのドロビー。襲いかかる困難、逃げてばかりじゃ、ゆうべの自分を追い越せやしないんだ。過去の限界値、心の防衛ライン、突き抜ける眩しさと海の風。進め暁の空へ、絶やせ悲しみを、いつかきっと僕ら一つになれるから。さあ、果てなき力の交錯すべて捧げろ。一か八かどうだ、ぐっと前線花を咲かせよ。進み出す想いと勇気胸に積み込んで、掴め栄光、僕らのトロフィー。赤木、今晩会ってくれると聞いて、ここに来るまでいろいろと調べてきたんだ。それはそれは、さすがお仕事に熱心ね。何か不正の証拠でも見つけられた？早速だが、質問をさせていただこう。どうぞ、こちらも答えるために来たのよ。まず一つ目だ。どうやって私の連絡先を知った？わざわざ今ここで質問をすることかしら。さすがだな、赤に。私の連絡先程度知っていたのだが、くらいで流してもらうことじゃなくて。で、どうやって知ったんだ？そんなに知りたいのか。なら答えるわよ。緊急でエンタープライズさんに連絡を取る必要があります。彼女の連絡先を教えていただけないでしょうか？そう言って頼んだのね、ヨークタウンさんに。ヨークタウン姉さん、他ならぬ赤木相手だからいいわ。その連絡先、みだりに人には教えないでくれよ。当たり前でしょ。無敵の女が個人情報の漏洩は気にするのか。私だけでなく、もし仲間のことまで全部握られていたりしたら恐ろしいじゃないか。
疑問を持つのはもっともだろう。そうね、安心して。プライバシーにはうるさいから。私で、他にもっと大事なことを聞かなくてはいけないのではなくて。まだ若干気になるわ。正直その通りだな。では。待って、質問は3回まで。あと2回以内にしてちょうだい。そろそろ本題に入らせていただく。ええ、早くして。キューブとは何だ。獣王のものではないのだろう。それ、一度に二つの質問をしているようだけど、特別に許してあげるの。はい、ご指摘の通り、全く未知のものであり、キューブが何かはわからないから、この合同大演習を使って集めているのよ。考えたな、一石二鳥というわけだ。練習にカコつけて皆様に集めていただいているわけ。黙っていたことが不快であればごめん遊ばせ。不快ではないが、わざわざこのような手段を取っていることがこちらとしては大いに気になるわけだ。キューブが獣王のものでないなら疑問が浮かぶ。少なくともキューブのある位置については正確に把握し、その上で連日の演習を開いていることになるわけだが。ここ数ヶ月前まで獣王がキューブの情報を得て調べているような兆候は一切なかった。心配しないでくれ。この件についてはこれ以上赤木に質問をする気はないんだ。すでに確信があるから、独り言を続けさせてくれればそれでいい。その独り言、勝手に聞かせてもらうわ。ありがたい。合同大演習開催の1週間くらい前になるのか。こんな号外が獣王内で配られていたんだな。読み上げるぞ。セイレーンと交戦を行い、相手の出鼻をくじき、見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦。獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース、駿河と島風、ここにあり。思ったより入手は難しくなかった。何しろ獣王内で大々的に配られたものだったようだから、友人に聞き回ればあっさり手に入ったぞ。
現物を入手したのか。取り締まってもいないけど、大したものね。どうやら我々やロイヤル、鉄血が知らぬ間に島風と駿河がセイレーンの交戦まで行っている。二人が無事で本当に何よりだ。そしてその後に合同大演習のキューブ集めを実施ときた。これらに因果関係がないと思う方がおかしいだろう。キューブはセイレーンとの交戦の結果、おそらく偶発的にもたらされたのだ。それが何らかの理由で流出であれば、慌てて回収が必要なことにも納得がいく。そもそもセイレーン戦を律儀に各陣営へ報告してしまっていたら、島風と駿河は重要参考人として長期拘束されていただろうしな。若い二人を守るための手段でもあったと。喋りすぎてしまったかい？いえいえ、つくづくあなたは軍人より刑事か探偵の方が似合うと思いまして。天城姉様が生きていればさぞお会いしたくなるのでしょうに。なかなか笑える冗談だな。さて、では最後の質問をさせていただこう。何なりと。赤城、平和についてはどう考える？驚いた。いきなり哲学の質問になったわね。大事なことだ。聞かせてほしい。この合同大演習のように、すべての陣営が手を取り合い、これまで以上に親密になることよ。それが私の願う平和で。天城姉様から託された最後の思いよ。素晴らしい。心から同意をする。そう考えているなら安心だ。天城さんのことは残念だったな。よして、昔のことよ。赤城のやり方、一個人としては理解をする。だがロイヤル、特に鉄血への対応は今後も重々気をつけてくれ。すでに釘は刺しておいたが。さて、すっかり長くなってしまった。会えて話せて嬉しかったよ、赤城。ええ、私もとっても。加賀もどうせ近くにいるんだろう。見張り、ご苦労様。それでは失礼する。やれやれ、グレイゴーストは相変わらず底が見えん。
私の存在はバレていたようだが、わざわざあれの見送りは必要ないよな、姉様。ええ、大丈夫でしょ。夜も遅いわ。私たちも休むとしましょう。ああ。明日は、いよいよ鉄血との演習か。何事もなければよいが。ラフィーさんとはもう少し長く戦いたかったですよ。キューブを集めるのは楽しいけど面倒。それに戦ってる時もキューブはすごく邪魔。そうそう、模擬弾を使っていることも相まって本気がちっとも出せません。練習としてはこれ以上ないくらいよくできていることになるけどね。確かに言われてみれば、島風が本来戦艦の方に真正面から戦うなんて無理ですものね。なるほど、バランスはうまく取れているような気がいたします。日付が変わっちゃうぞ。鉄血との演習が明日に控えてるんだろ。そうだ島風、私たちは出ずっぱりなのだから休むぞ。はい、あのユニオンの皆さん、お誘いいただきありがとうございました。エンタープライズさんにもよろしくお伝えください。ええ、わかったわ。島風、バイバイ。飲み物、美味しかった？とってもですよ。今度は獣王のお茶もぜひ召し上がってください。それでは失礼します。君たちは。エンタープライズさん、こんばんは。夜分お疲れ様です。君たちこそ演習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ、ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだろ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。
君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤木。さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん、疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？